紙幣団の戦力は日増しに高まっていたが、その力が武力に偏りがちであるのも事実である。そこでベルマン方伯は現在欠如している魔法使いの部隊の創設を検討する。新部隊の隊長となる人材の発掘を言い渡されたガーロットは、変わり者だが絶大な威力を発揮する大砲を自在に操る有能な魔法使いが隠棲しているという噂を聞きつけ、北方にそびえるエルルク山脈に向かうことにした。しかし町を出たグラム・ブレイズに忍び寄るある集団がいることに、彼らはまだ気づいてはいない。だいぶ高くまで来たからね。マイフー、寒くない？そりゃ、それだけふさふさなら寒くないわよね。マイフー、給金をもらってない。体は温かいけど懐は寒い。なんつって余計寒いわ。っていうかさ、そういう小ネタどこで覚えてくるわけ？ダジャレ、ボケ、ツッコミ、獣人のコミュニケーション、これ常識。あっそう。しかし本当にこんな山奥に人が住んでいるのでしょうか？その魔法使いきっと変わり者なんだろ。なあガーロット、その魔法使いどの辺りに住んでいるんだ？この辺りのどこかか、つまり詳しくわからない。だから兵を連れてきた。人海戦術ですか。では私はあちらを探しましょう。スマートじゃないな。もう少し情報を集めてから来た方が良かったんじゃないの？みんなもできるだけ散らばって、山中をくまなく探してみよう。それにしてもティエラから離れる機会も増えたな。アイギナは紙幣団邸にいるルシエナが心配なんじゃないか？邸宅には常に兵士がいます。かえって安心ですよ。姉の心配までしていただいて感謝しています、ガーロット様。この恩義必ず剣で返します。お前もルシエナも仲間だ。当たり前のことをしているだけさ。だが俺が力を手にした時、その時に正しいことを成し遂げるため二人の力を貸してくれ。お約束しましょう、ガーロット様。ガーロット様。ああ、何かが来る。標的に気づかれた。全体状況スニークを解除。攻撃を開始せよ。まさか神聖兄弟。気づくのが遅かったか。まずいな、囲まれている。Thank you.
悪くないぜ、悪くないぜ。悪いようにはしないさ。オイラに任せときな。狙いはアイギナ、お前だ。いいか、離れるなよ。まずは合流を優先させましょう。突破はそれからです。彼らを守る盾とならん。時は来たり、悲劇の中に居るたる正常の賢者、その杖我らを守る盾とならん。正常の感情、我らを守る盾とならん。この程度なのかよ。
お達しのまま。天罰を代行する。苦しかろう。やるか。血が熱いぜ。戦場を駆け巡る鋼鉄の陣部よい戦勝となり敵を蹂躙する。どうした、止めてみろよ。一人でも俺は裁きの時は近い。範囲の敵は倒したが、相手は神聖教団です。これで終わりだとは思いません。標的を捕捉した。攻撃を開始する。通りか。増員だ。そこもかなりの数。一旦山奥に集結して体勢を立て直そう。追い詰めろ。Bye.
ここなら集合場所にいいな。到着したぞ。損害がないか報告をくれ。地点に着いたよ。全員揃ったか？ああ、僕は問題ない。私は大丈夫だ。よし、追撃部隊を迎え撃とう。もちろんだ。やってやろうじゃないか。ガーロット様、私たちは無事です。隊列を組み直し反撃に転じる。敵の包囲を突破するぞ。目標を確認。捕捉した。攻撃を開始する。しまった、こちらにも伏兵がいたのか。退路は完全に塞がれました。包囲を狭めよ。締め上げ、押しつぶせ。
を報告しなさい。望んでいる。多すぎる。何かいい突破法はないのか。ガーロット様、神聖教団の狙いは私です。私がおとりとなりましょう。その隙に皆様はこの包囲を突破してください。ルシエナがお前を待っている。できるわけがないだろう。このままでは全滅です。姉のことよろしくお願いします。よせ、アイギナ！ちょっと、うるさいわよ、あんたら。うるさいな、安眠妨害よ。最近の連中はほんと自分のことしか考えないやつばっか。少しは近所迷惑を考えなさい。こんな山奥に来て、まさか例の魔法使いか。あら、人がいっぱいいるじゃない。試し打ちのいい機会だわ。そう思うとゾクゾクしてきた。このユーディ様の研究の成果がついに試されるのね。なんだあれは、大砲か。どうしようってんだ。さあさあ、ショータイムよ。素敵じゃないか。ああ、破壊力素敵。そしてそれを生み出した私、最高。あれが魔法使いか。早急に体勢を立て直せ。攻撃で敵は動揺している。今なら行ける。
突っ切るぞ。俺はもっと強くなる。天罰を代行する。切り込む。叩き潰す。バカバカないで。全力だ。覚悟しろ。すべての汚れを落とす蜃気楼の泉、その雫を持って我らを清め。それ報酬はいくらかな。全ての汚れを落とす蜃気楼の泉、その雫を持って
我らを清め。とりゃ損害を報告しなさい。見せてやる。
正気と見たよ。不屈の射手レティモン、その一矢は奇跡を呼び寄せん。師匠まで頭だけじゃないってことさ。これ以上の戦線の継続は不可能。全体一時退避せよ。なんとか敵を退けたな。しかしさすがに今回は肝を冷やしたな。あの女性に感謝すべきですね。あー、すっきりしたわ。でもあれね、機動式の大砲は威力と精度にいまいち欠けちゃうわね。もっと実験と改良が必要だわ。変わり者、そして大砲使い、俺たちが探していたやつに間違いなさそうだ。あなたたち、私をそのグラム・グレイズとかいうシェーダンの仲間にしたいわけね。そうね、いいわよ、仲間になってあげる。ただし条件が2つある。条件？火器の研究はずっと続けたいの。ダメなら仲間の話はお断り。それは雇い主に相談してくれ。多分問題ないと思うが。いや、むしろ喜ぶと思うわ。で、もう一つの条件は？とあるアイテムが欲しい。今開発中の大砲に必要なのよ。なるほど、そいつを見つけ出してお前に渡せばいいわけだな。で、そのアイテムだけど何？どこにあるの？その名はウルズティア。完全な形で出土することはほとんどない。至宝の秘跡。聞いたことない。普通はその存在すら当然知るわけもないでしょうね。何それ。じゃあその石はどこにあるのよ。そうね、メリア教国のユベロンって男のネックレスあたりが有名ね。そんなの無理じゃん。それはどうかしら。
最近隣国の鉱山でそこそこ大きいのが採掘されたって話よ。噂によると輸送隊が秘密裏に運ぶ計画があるので、なぜか私その計画知ってるのよね。隣国ということはファンタジニア王国の輸送隊は。ご明察、あなたたちでその輸送隊を襲って積み荷を奪い取ってほしいの。有能な魔法使いにしては随分乱暴な計画だな。大丈夫、輸送部隊は国境付近を通るから、越境はちょっとの間だし、それに変装すればあなたたち絶対貴族の私兵には思われないわ。盗賊に見えまくりよ。それはどうも複雑な言葉だな。そうそう、襲撃予定は砂漠だから、きっとこのカードが役に立つわ。さあ行きましょう。私の大砲が奏でる破壊力というメロディーを芸術に昇華させるため。大丈夫か本当。